縦林名和バイパスは、群馬県立林市、苗木町から、大羅郡名和町川又に至る、国道122号のバイパス道路である。群馬県大羅郡名和町、矢島付近国道122号の立林市内や、名和町内区間の市街地で発生している、慢性的な交通渋滞解消や地域産業の物流時間を短縮するために、当バイパスが計画された。 2009年度より事業に着手。総事業費は63億円で2018年3月26日に全線4車線で開通した。起点の立林市苗木町では国道354号と接続する。また、途中の立林市青柳町では群馬県道83号、熊谷立林線と交差するほか、矢田川を渡る。その南、 群馬県道三百六十一号、矢島大泉線は、重複区間となり、終点の大羅郡名和町川又では、すでに四車線化されている国道百二十二号の、現道に直結する形となる。東バイパスの開通によって、二千十四年四月十一日に、開通した同じく国道百二十二号のバイパスである、八重傘道路と合わせ、途中国道三百五十四号、 東毛行域幹線道路を挟んだ形で、大田市、羽生市間往来のかかる時間の大幅短縮が見込まれ、急動に当たる現道の歩道のない区間でも、交通事故防止につながるとされる。しかし、東バイパスの開通直後から、合流部となる大佐岩南交差点が狭いクランク状になった影響により、昭和橋方面から急動、または、急動から昭和橋方面へ、 この交差点を右折する大型車により、大佐岩交差点付近まで渋滞が頻発する事態が起きている。そのため、開通を間もなくした2018年4月上旬以降、大佐岩南交差点及び、川又駅入口交差点、矢島あず交差点では、大型車へ直進を促す縦間板が設置された。現在、起点となるクリーンセンター前交差点から北進し、 国道122号本線の西高根町交差点へ、至る、縦林バイパスの計画が事業化されており、縦林市の道路計画における、東部環状線の一部として整備される予定となっている。ABCD 国道122号バイパス事業。群馬県縦林土木事務所。2018年3月3日閲覧。国道二十二号縦林名はバイパス開通の、 お知らせ。立林市。2018年3月3日閲覧二千2019年に、旧道区間が、国道指定解除されたのに合わせ、起点側が、旧道合流部である国和原交差点との、重複区間に指定されたため、2020年現在両バイパスは、それぞれ単独に存在する形となっている。2020年7月現在、 すでに旧道方面への進入禁止にはなっていないが、旧道区間の大山岸交差点では、大型車の埼玉県方面への進行はバイパスへの迂回を推奨する看板が立てられている。ありがとうございます。